興味を持ちました。最近、ルシル話題になっているようですね。修正の音楽には、途中からキレが加わり、ベースとドラムの演奏も素晴らしいと評判です。働いている最中に、バセオン曲が流れてきて、ベースソロに続いてギターソロがあるという情報を知り、とても嬉しくなりました。ビオ、実力が外あるバンドと考えてもいいでしょうか。ジンは、独自の個性を持ったメンバーからなるバンドです。彼らが自分たちの最高に好みのハードロックを披露したら面白いのではないかと思いつきました。3歳からピアノを始めたというメンバーもいて、バセオで彼らの曲、バセオを取り上げられたこともあるそうです。彼らはパンクやメロコア、国ロックの要素を取り入れた独自の音楽を展開しています。バセオは海外でも人気があります。彼らの音楽に注目している人たちからは、どのようなコメントが寄せられているのでしょうか。また、彼らのスケジュールや最新のニューシングルについても紹介されています。バンドのリーダーであるさんは、海外でも注目されている存在です。彼女はステージドリンクにビールやウイスキーを用意し、好きなトッピングは玉ねぎだそうです。また、手食いとしても知られています。写真もメンバーたちは、ムンド姿でロックをすることもあります。彼らのパフォーマンスは、一流の価値があります。特に、コバとミクさんは、ビボの制作からネイティブにも、オルタナティブロックバンドを組んでいた経験もあり、幅広い、音楽スタイルを持っています。写真のこのメンバーたちが、熱狂的なハードロックを披露する姿は、ファンにとっても必見です。彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのか、今から楽しみです。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。